レッツノート CFB10 部アジスレッドスノットとはパナソニックが発売するノートパソコンのシリーズ名である。なお本体やカタログに表記されるロゴはレッツノートのようにレッツとノートの間にスペースが含まれているが正式名称はスペースを含まないレッドスノットである。効果でも全体的に高い品質を前面に打ち出した製品により長く顧客の信頼をつなぎ止めている。 発売以降、ほぼ一貫して、モバイル PC に徹しており、販売ターゲットは、同じノングレア液晶で、マグネシウムボディのビジネス向けという特徴が近いレノボの、センクパジェックスシリーズと競合している。HP 社、デル製品なども、ライバルとなる。価格設定としては、他社製品が廉価になってきたのに対して依然として、その3倍程度の高い価格帯を維持しているが、他社よりも、 スイッチオンからの動作の最適化が進んでおり、軌道が速く、用途や画面サイズの競合する、機種同士では 300g ほど軽く、自社製の強みのある、バッテリー持続時間も長い。古くは、光学式のトラックボールを内蔵したモデルがあったが、その後、ノートパソコンの薄型、軽量化の流行により、タッチパッド内蔵のモデルのみとなっている。近年のモデルでは、 丸型のタッチパッドを搭載し、また軽量かつ頑丈で、さらに長時間のバッテリー駆動が可能であることを特徴としている。また、WY シリーズでは、専用に開発したトップローディング型の CD、DVD ロムドライブを内蔵し、注目を集めた。チップセット内蔵のグラフィックアクセラレータを使用しているため、3D 性能は弱い。2007年以前は、 ほとんどの機種がファンレス構造であったが、CPU やチップセットの発熱量の増加に伴って2007年秋の製品からファンを搭載するようになった。古くはサイズと過半性などにより、レッドスノットミニ、レッドスノットエースなどといったクラス名が使用されていたが、2002年3月に発売された CFR1RCXR 以降、 c f r 8 f w 1イヤまで、レッド、スノットライトで統一している。なお CFR8G 以降は、セキュリティチップ等の削減を図った廉価モデルのみ、ライトのクラス名が付く。また、企業向けとして、レッド、スノットプロのラインがある。基本的に、ハードウェア構成は、市販のライトの同クラス機種と同じである。相違点として、同梱アプリケーションがなく、 保証が3年に延長されている点が挙げられる。また企業ユースを考え、現行 OS 搭載モデルの他に一つ古いバージョンの OS 搭載モデルが存在する。ライトとプロは先頭4文字より後ろの型番で区別されており、2007年3月現在、メーカーホームページで確認が可能である。しまいに、法人向けにプロノとシリーズ。 過酷な条件下でも使用可能なタフブックシリーズがあり、海外ではレッド・スノットシリーズもタフブックライトとして販売されている。島行きの防人使用モデルには軍納入モデルがあり、アメリカ軍などで納入されたことがある。他の PC メーカーはコスト削減のために生産拠点を海外に移転して日本に輸入するケースがあるが、レッツノートの現在の生産は一貫して、 日本である、高価格帯に属するノートパソコンとしては、視野角が狭いなど、液晶の品質が低かったが、近年は IPS タイプの液晶を採用するなど改善しつつ、ある。ただし、視野角が狭いなどは、ビジネスノートとしては、必ずしも欠点とはならず、逆に横から覗き見されにくい等の利点と考える、向きもあった。また発色もグラフィックデザインなどでない限り、 それほど重視されてはおらず、文書作成などでは、ノングレアの長時間の作業に向いた液晶が好まれる。ワイド画面主流化の中でも、重要比率3、4の機種が、比較的遅くまで続いたのも、同様のニーズによる。2006年11月より、レッドスノット10周年記念の一環と銘打って、無償での PC リフレッシュサービスを実施していた。対象は T、T1、T2、Y2。 R1、R2、R3、W2 k 基本サービスとして、トップケース交換、キーボード交換、HDD チェック、ウイルスチェック、衛星アダプタチェック、一般動作確認、本体清掃、バッテリーチェックを行い、その他に不具合と判定した一部の部品の無償交換などを実施していた。返却時には、詳細を記した報告書が担当者の名前入りで添付されていた。 当初は2007年の年始ぐらいで受付を終了する予定であったが、あまりの好評ぶりに、急遽2007年4月20日まで申し込み受付を延長。その後2007年8月31日まで再延長した。1月22日から関東地区向けに秋葉原にある首都圏松下テクニカルサービスの拠点で持ち込み修理を受け付けていた。現在はどちらも受付を終了している。 アルファベット順、2021年1月現在、レッドスノットは、アルファベットと数字で構成されており、アルファベットが、シリーズ名、数字が世代を意味する。なお、アルファベットは、当初1文字だったが、2012年2月発売の、NXSX からアルファベットが2文字となり、現行モデルでは全、シリーズアルファベットが2文字となっている。 品ンではさらにアルファベットや数字が続いており、仕様により異なっている。タイプ違いの場合、寸法やドライブベイの有無など外観に差があるため、判別しやすいが、複数の世代で筐体が流用されることもあり、世代間の判別が難しいものもある。同じタイプでも世代が異なると、性能や機能に差があり、特に1から3までの機種では、 大幅な改良が加え続けられたため、例えばモニター裏側の強度やキー配置、バッテリー駆動時間、USB ポートの位置などに大きな差がある。店頭に旧機種が置かれていることは少ないが、中古品やネットでの購入時には注意が必要である。特に T1 はマザーボードや電源周辺が壊れやすいという報告が多い。また、R1 には大きく分けて、初期型と、 後期型がある。同一筐体を採用しながら、マザーボードやチップセット等が異なり、最大メモリ容量も、前者は 256MB、後者は 768MB までと異なっている。ありがとうございます。